昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川直也です。はい、はい、伊藤店長、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日はですね、こちら GX71M2 グランデリミテッド、こちらを紹介していこうと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、こちら昭和63年式、1988年式のマーク2です。まあ車年齢でいうと35歳ですね。なるほど。はい、35年経ってるんで、まあ僕的な勝手な解釈なんですけど、プラス40歳が妥当じゃないのかな。なるほど。あ、違うな、やっぱ30ぐらいにしときますかね、はい、プラス30歳。そうすると車年齢で言うと35歳なんですけど、65プラス30したら65、香川方程式で言うと、はい、ま、プラス30歳で、まあ、人間と同じぐらい、あのなんかよく猫が10歳で70歳とか言う、ね、プラス30歳が旧車の人間年齢と思っていただければちょうどいいんじゃないですか。65ぐらいですね。ちょっと年上の、私より年上のっていう、まだちょっと、うん、まあまあちょっと幹部候補ぐらいな感じですね、はい、箱スカとかあの辺になるともうね、重鎮ですから ね。最近続いてますね、昭和63年。そうですね、多いですね。多いですね。まあどういった年だったのかというところでですね、はい、まあプチタイムトラベルなんですけれども、カラオケボックスというまあカラオケボックス自体はちょっと前にあったんですけど、浸透しだしたのがその年ね。まあ今の方とかご存知じゃないと思うんですけど、まあ本当にボックスでしたよね。でしたね、はい、列車とか、まあ、船舶のあのコンテナ、あれを利用して、まあ、もうあるんですよ、敷地にポンポンポンと。でプレハブと簡易トイレがあるというのがカラオケボックスやと。覚えてます、伊藤先生。覚えてます。覚えてます。レーザーディスクや、こう上がっていくやつですね。ウィーンって言ってね、はい、ウィーンとか言って、はい、で中に入る、はい、ね。で歌本検索するときはもう、もうこう今タッチパネルで何でも出てくるじゃないですか。歌本で探すんですね懐かしいですね。最初から結構薄かったんですけど、なんかどん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 膨れてですね、もう最後なんかタウンページより厚くなったというねそういう時代やったですね。はい、でこう親切じゃないカラオケボックスに言うと新曲がないんですよ。ですね歌いたいのにない歌いたいのにないの。レーザーディスク買ってないから。1曲いくらやったら入れてました。なんか1曲なんか100円両替して、はい、じゃらっと入れて、で夜のスナックとかで歌うと1曲200円だからね結構命がけで歌ってましたよねお箱しか歌えないというね。はい、伊藤さん何ですか、お箱。恥ずかしながら吉川浩司ですかね。あ、吉川浩司、はい、聞いたことありますね。はい、もうあのあれお箱やったんです。私はですね、徳永英明、うわレイディーブルー、いえ実は聞かせますね。聞かせるのが好きなんです。さすがです。前の彼女に言われたことあるんですけど、あれ歌ってるとこと同じ顔だった今今ちょっとどんだけ練習してるから今、はい、今ちょっと想像しました、はい、ちょっと想像しましたはいはい、まあね、見たい方はぜひ一緒にカラオケをよろしくお願いします。はい、まあまあちょっと長くなったんで車に戻りたいと思います。 GX71M2、 はい、こちらですね、1984年8月から1988年8月まで生産したお車ですね。でまあ超ヒットで65万台、まあバン、ワゴン、セダン全部含めての台数になるんですけれども、65万台ヒットしたお車でございます。でこの方よりですね、コロナから独立したモデルになったので、コロナって書いてないんですよね。もうマーク2だけになっております。全長465センチ、全幅169センチ、全高141センチ、直列6気筒 OHC 1GEU 型 2000cc 130馬力4速オートマモデル。当時の文献によると限定5000台、はい、でその中のこちらはですね、スーパーホワイト2っていう色ですね。
040という。じゃあこのグランデリミテッドですね、どういったものなんかっていうのをちょっと紹介していこうと思うんですけれども、まず、まあ、リミテッドのエンブレムがついてますよと。はい。あ、カラードバンパーモール。これですね。と、カラードサイドモール。はい。こちらですね。と、カラードドアミラー。まあ、こちらですね。ここの部分ですよね。これなんか普通のグレード、グランデとかは黒い。はい、はい、はい。はい。こちらのクリスタルピラーと呼ばれるもの、これいいですよね。グランデ書いてますね、はい、こちらまあ当時あのチェイサーにもクリスタルにもないんです。マーク2だけで、まあ他の車に何があったかって言ったらクラウン 1,2 のクラウンもこういうなんかありましたね。 ありましたね、はい、ついこの前まであったやつにありました、はい、前までありましたよね、はい、でこのグランデも限定車この色になってるんですよ。普通のは黒い。おー、なるほど。はい。そういう違いがあるそうです。で、内装がですね、ベージュとブルーが選べたらしくて、こちらはですね、ブルー内装なんですよね。とても綺麗ですね。ちょっとまあ、この辺修正痕ありますよね。タバコの。修正ですね、はい。されてますね。綺麗でしょ？綺麗です。綺麗ですね。リミテッド書いてます。リミテッドって書いてる。後ろも書いてるんです。はい。で内装も内張りも青いんです。ね、とても綺麗ですね。ダッシュボードも割れなしでございます。はい。で、通常のね 1G の乗ったモデルはタコメーター針なんですよね。はあ、タコメーターとスピードメーター、はい、これデジタルメーターになってます。違います。どうですか。すごい。合ってるか合ってないのか分かりませんけれども、もう一個。普通の何ですか 1G モデルと違って、こちらのリミテッドはスピーカーがですね、ワンランク上のグレードのスピーカー、これツインカムとターボ、当時ツインターボがあったんですけど、そちらに標準装備されてるスピーカーだそうです。フラーマットもちゃんとしたリミテッド変えてますね。変えてます。変えてますね。珍しいですね。珍しいでしょ。マットも限定なんですね。はい。もとい、はい、前車高調、後ろダウンサスとショックでございます。で前後輪車ね、オフセット違いでしょうね。ちょっとここら辺の彫りが違う。ただタイヤサイズは前後共通して185/55/15になっております。はい。あとね、これからの夏に絶対いるエアコン、バリバリ効いてます。安心の1台でございます。最高でございます。まあ、こちらのお車ですね。まあ、なぜうちにあるのかと。これ、買い取りで直接入ってきたんですよ。納車した日よね。いいですね。はい。買ったんだけど売りたいと。という、なんか、そんな内容やったんですよね。なんでって言ったら、音がちょっとうるさいから、はい、想像と違うということで、まあ、買われたんでしょうね。だからもうほぼほぼ整備が終わってるということで、エンジンルーム見ていきましょう。まあどうでしょう。綺麗ですね。もうちょっと綺麗ですね。綺麗すぎますね。手を加えるところがございませんね。とても綺麗。はい。オイル漏れも一切なし。タイミングベルトに至っては2回交換してますからね。だからメンテナンスがよく行き届いてるわけですよ。違いないですね。間違いないですよね。平成15年に6万9000キロぐらいで1回変えてると。で、こちらが令和3年にですね、10万2000キロぐらいで変えてると。で、今10万3000キロぐらいなんで、まだタイベル変えて1000キロぐらいしか走ってないんで、とてもコンディションのいいお車でございます。はい。あと内装も綺麗なんで、ちょっと見ていきましょうね。はい。せっかくなんで内装もですね。はい。先ほどもちらっと申しましたけど、ダッシュボードの割れもございません。欠品類もございません。純正ハンドルもちゃんとついております。これもそんなに向けてないんですよ。綺麗ですね。綺麗ですよね。はい。で、天井とかも、タレとかございません。ドアの内張りとかも綺麗でしょ？うん、めちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ綺麗でしょ。この運転席もね、ここがこう削れたりとかしてないんですよ。剥げたりとか。例のやれ感が全くないって。ないですよね。そこのステップとかも
ないんです。下もありません。綺麗ですよね。はい、後ろも前と変わらず綺麗ですね。綺麗ですね。後ろのシートもとても綺麗ですよ。はい、マットもものすごく綺麗です。はい。で、エアコンの操作パネルはここ。ここがね、好きだったですよね。この左右に。なんかこう、コックピット感っていうか、そうそうそう、モビルスーツみたいな感じでね。はい、こうね。行きますって感じですよね。なぜかエアコンとオーディオのボリュームだけがここにある。はい。で、今ね、アフターパーツで付けられた、オーディオになってるんですよ。Bluetooth 対応の、これもおそらく新品ですよ。ほら。本当ですね。使った形跡が全くないです。はい。初めての人です。はい。いいですね。そのフレーズがね。初めての人をお好みの、そこのあなた。いいですよ。初めてここに CD を入れることができます。うわら、あ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 ら、はい。入ってくれてありがとうってね、広瀬涼子さんも言ってましたよ。旬な値段を持ってきますね。もう、ありがとうって言われるかもしれませんよね。オーディオチャンネルですね。はい、まあ、それはさておき、エアコン、はい。これをですね、まずエアコン行きたいと思います。ロー。ああ、入りましたね。どう？はい。冷えるのか。うん、よく冷えてますね。まあ、中くらい。あ、ちゃんと。あ、風量の。変わってます。変わってますね。で、オート。オートですね。いいですね。これはもうちょっと、おお、あ、やっぱ変わるな。うん。オートも変わりますね、一応。あ、変わる変わる。そう。まあ、後で試乗の時に詳しくそこはやっていきます。はい、左、いきます。上下。動いてます。左右。はい、いきますよ。上下。動いてます。左右。あ、動きますね。動きます、ね。はい、ミラー OK ですね。OK です。ボリュームのこことこの FM、AM の切り替えのボタン。はい。この3つは使えませんというところでございますね。あとはとてもシンプルな構造なので、まあ今のところ見る限り欠品とかおかしなところはないですね。はい。ホーンちなみに、あ、ヨーロピアンな感じです、ね。はい。はい。こんなホーンがついております。はい。とあとなんか純正のパーツもあるということで付けていただいたやつがありますよね。はい、それ向こうですか。向こうですね。これもお好みで付けれるんですね。はい。はい、それも。入っておりました。ナルティ。はい。はい。本物？本物やな。ナルティですね。それと、ノーマルのリアのサス。と、純正のホイールですね。はい、トヨタ書いてます、はい。トヨタ書いてますね。このグレードはホイールなんですね。キャップじゃなくて。いいタイヤ履いてるじゃないですか。フレイズ履いてますね。はい。いや、もともとノーマルから作ったんでしょうね。ね、あの、車庫長も、ロンシャンも傷一つないんです。多分入れたばっかりじゃないでしょうか。でそうで、はい、タイヤもほら、まだ新しいよ、ほら。線があるもん。はい、入れたばっかり。入れたばっかり、ね。だからもう、お願いして、頼んで、来て、って。うんって。で、売ったと。まあ、そういう素敵な一台でございますと。はい。はい、あとは、外観の目立つ傷といえば、まあ、ここぐらいですかね。ここがなんかタッチペン跡が。ありますね。ありますね、はい。はい。他はないですよね。他は本当に綺麗です。めちゃくちゃ綺麗ですよね、はい。はい。この青い内装って珍しいような気がするんよね。外が白で。うん。ぜひ見に来ていただきたいというね。そういった一台でございます。はい。まあ、下を見ていこうかなと思ったんですけど、その前にちょっとこの中、上から一回見ましょう、はい。実は気になるところがございまして、またタイベルはまあいいんですけど、ここら辺のなんかちょっと修正痕っぽいところがあるよねと。こっちはもうなんか塗ってるっぽいんだけど。なんか塗ってるんですよ。塗ってるんですよね。フェンダーを外してるっぽいんですよ。うんうんうん、うん、何らかの理由で。
なんかシワがあったりするわけですよ。はい。まあそういうのも含めて下を見ていきましょう。はい、とても綺麗なのはね。綺麗すごい綺麗です。嘘のように綺麗。本当綺麗です。うん、誰かが手を加えてますね。はい、マーク2のマークですけど。はい、縦でございますね。三重視。はい。あとは。ケイサー。はい。ミスターカップ。ああ、さすが。暗記力はいいですからね、伊藤さんね。はい。暗記力、わーっ、わーって気になった。気になるワードだと思うんですけど。はい。じゃ下回りを見ていこうと思うんですけど、これもしかして純正じゃない？純正よな。トヨタ認定。はい、ありがとうございます。トヨタ純正リップスポイラーいただきました。はい。でですね、もうオイル漏れもないんです。ね、ございませんね。綺麗ですね。とても綺麗ですね。で、オイルパンのネジもなんか新しいから、やり替えてるんじゃないですか。素晴らしいですね。うん。で、ここのブーツも見て、新品。ラックブーツ綺麗ですね。ラックも新しい。ラックも綺麗ですね。車庫帳も新しい。わー、素晴らしい。ブレーキホースもめちゃくちゃ新しい。うん、変えてますね。ね。さすが納車即日売却。え、そうなんすか？そうでございます。納車した日にうちに売りに来たというね。あ、納車した日なんでかって言ったら、マフラーがうるさかったからち。いうことなんです。思ったよりマフラーがうるさかったです。っていう想像の上を行ったんでしょうね。ああ、そうなんですね。だからまあ何話感が原因なんでしょうね。なるほど。はい、じゃあ伊藤さんちょっとざっとこう、この美しいね、これ岩ちゃん。綺麗です。はい、本当に。岩尾さんいいですね。これ伊藤さんがまたちゃんと撮っております。あの撮り方なんか意味があるんですかね。ゆっくり撮っております。ムカつくあの歩き方。礼拝してる人に。お祓いしよう。かしこみー、かしこみ。ここがコアサポートっていうんですよ。はい。で、ここがフロントインナーですよね。そうですね。で、ここの溶接面、ここが離れると修復歴ありになるんですよ。で、離れてないんですよ。これ見るからには。で、離さずここを引っ張ったり、まあ上を引っ張ったりして修復してるんです。はい。そういう状態ですね。だからこうフェンダーとかも、フェンダーはまあ外して修復したのかもしれないね。そうですね。そう、ふにゃふにゃふにゃと。そうそうそう。内側になってるけど、外はそのままの状態。っていうことなんですよね。さすが。ショップ名は言いませんけれども、きっちり整備して収められてますね。綺麗ですね。すごいですね。すごいですね。我々以外にもちゃんと整備する車屋さんがあったんですね。あ、いっぱいあると思いますね。あ、そうですよ。僕の偏見です。いっぱいあるんですか。みんな整備しないかと思ってた。それは語弊ないですね。語弊があるんで。今なんか全国の車屋さんを敵に回しました。あ、そうですか。僕の偏見です。はい。あとマフラーのすれ、これ新しいですね。これ新しいですね。この犯人はどうやら弊社の社員ですね。緑がついてますからね。うちの展示場の一番高いところで擦ってますね。これは犯人は誰ですかね。はい。とても綺麗です。即売もある。これは高得点ですね。はい。即売あります。ピカピカのなにわ感。すごい。はい。ここに書いてます。なにわ感って感じ。いいですね。はい。それとあとこの年代によく見られるこのショップ。ニュー SR スペシャル。これよく見られます。これも新品ですね。うん。と、このあからさまなダウンサス。ダウンサス。ダウンサス。マイナス2って、なんかこう手書きの暗号があるんです
本当ですね。これなんですか、2枚切ったってこと。あれこれ大丈夫だ。これな、そういう刺すない。切って遊ばないですよっていう刺す。ああ、ズームとかそうですよね。そうそうそう、それやねんかな。ズーム黄色なんですけどね、本当は。ああ、なるほど。遊ばんやろ。で、これマイナス2やけど、多分切っちゃうんだよね。程よく車高も落ちてますからね。はい、あの純正サスもございますんで。はい、ここパテ跡ありです。はい、ね、ここですね。はい、デフ入ってますか。いいよ。入ってないですね。はい、もうこのピアスボルトの美しいこと、美しいこと新品新品。後ろのブレーキホースも新品。きっちり整備されてますね。はい。ショップ名言っていいんじゃないですか。これぐらいきっちりされてたら。素晴らしいです。じゃあ下回りも合格ということで、ちょっと右前に疑惑は残ります。弊社的には大丈夫と。問題ないかと。はい。疑惑はある。さんでも楽々ですね。オートマですからね。なんて言いました。あの坂道発進がないやつですね。そうですね。あれはもう伝説ですね。あれなんかバズってるらしいです。自分でも。もう吹き出すぐらいって言われない。お恥ずかしながらもう単純なるミスなんで。昼飯が食えんくなるぐらい笑ったなっていうコメント欄に。すみません、本当にもやもやしました。サイドブレーキ何のために引いてるか存じて存じてます。ちょっとあの入れます。いいです。ここわあ、すごいすごい坂道です。伊藤さん、あ、違うんちゃう。やっぱりなんかそれを先に話したらダメやろ、はい。そうそう、クラッチをつないでブレーキを離すって。そう、そこで離す。すいません。で、そう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 。そうそうそう。あ、すいません。すいません。お前、人行くぞ。いやいや。すいません。そう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 。あの、冷静さをちょっとあの、失っただけなので。ああ、本当に。はい。駐車場のおやすさんが怖かったんです。ああ、はい。何、上がっていいんかなとか、食べ口で言われたにもかかわらず、坂道発進3回失敗というね。ああ、いい絵が撮れましたね、伊藤さんね。どれだけが悪いかなと思いまして。役者に。ちょっとね、物足りませんね、大蕎麦だと撮れだけがね。これは普通ですか、普通で。普通。はい、普通です。そんな伊藤ちゃんでも乗れるという。はい。
結構初心者向けなんじゃないですか。そうですね。でも物はもうしっかりしてるのでいいですね。いいですね。ものすごく乗りやすいです。どうして手放したんでしょうかね。そこが分からない。右後ろに違和感ありやな。はい。気になりますね、やっぱり。バックする顔がまたムカつくな。ムカつかれてもですね。ムカつく疲れてもですよ。はい。無事にタイにつきました。はい、快適でした、はい。ありがとうございました。伊藤さん。はい。試乗どうでした？いや、ものすごく乗りやすかったですね。乗りやすかったですね。はい、不具合といえば、ちょっとハンドルが、まあ、傾き。はい、これはまあ、調整で直ると思います。あと、右の後ろ。ここが、あれですね、ガッと踏み込んだ時に当たってましたね。当たってましたね。多分、ここからの音だと思います。ギリギリですね。だからまあ、タイヤのサイズをちょっと下げるか、はい、まあ、フェンダー加工したくないんですよね。せっかくモールがついてるんで。そこはまあ、次のオーナー様と要相談。それかまあ、そろりそろり、まあ、伊藤さんのこうこんな感じの、はい、あんな感じで運転していただくか、はい、ね、でいいと思いますね。もうタイヤも新品ですから、新品でございます。そろりそろり行っていただきたいというところです。はい、はいはい、以上 GX71 のリミテッド編でございました。グランデリミテッドでございます。はい、こちらもですね、準備が整い次第各媒体にアップしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、まあ現車の確認ご希望の方はですね、県外で遠い方はまあ大分駅から大分空港、まあ、どちらかまで来ていただいたら、あとはもう私どもでお迎えに上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ですね、このような買取案件、お待ちしております。で、まずは概要欄の会社の方にお電話ください。かわいいみはるっ子がヒアリングをしていただきますのでね、癒されると思いますので、車検証片手にお問い合わせください。よろしくお願いします。それでは皆さん、また来てね。じゃあね。お願いします。お願いします。オートマでもいい、1G でもいい。そんなあなた。はい。です。あなた。私。あ、そうそうそう。です。あ、伊藤ちゃんどうですか。いや、まだ練習が必要なのでまだ大友には戻れません。頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうしても豚骨ラーメンが食べたい、そんな日ありませんか。ここはうちの会社からめちゃめちゃ近い麺通人です。今日はこちらにお邪魔しようと。ご褒美、3ヶ月頑張ったご褒美ですよ。体重は、順調に減って5キロ減りました、3ヶ月で。はい、ゆる糖質ダイエット、昼しっかり食べて夜はこう絞る。はい、はい、ありがとうございます。イエーイ、チャーハンが来ました。ここはですね、高菜がですね、このようにモリッと食べ放題。これがまた辛いんですよ、これが。で、ここはね、無駄にお姉さんが可愛い。ちょっと昔からない、本当に20年ぐらい前からずっと。いただきます。もうグダグダなし。もう肉がうん、うん、おいしい。うん、でかい。もうね、こちらは替え玉もあるんですけど、替え玉ち味薄まるやん。やっぱ大盛りよね。ネギネギ、いいでしょ、いいでしょ。ごまたっぷりで、赤いのね、彩り、赤いの、OK？ OK？ 改めましていただきます。
で、ラーメンはなんか知らんけど撮影する。よくわからんけど撮る。なんでやろうな。うーめん。チャーシューを避難させます。はい、どうも。あ、まあ、しやしやし。今日のジョス飯は夏限定冷やしネギラーメンです。中盛り。うん、鬼うま。大盛りは大盛りやわ。すごいね、この炭水化物祭り。チャーシューメン。うん、大盛りっていいよね。食べても食べても麺があるからね。これがこれがなんか、そういうことか。なんか違うと思うよ。うん、ここの豚骨うめえな。雑味がないよね。長い戦いやった。ちょっと多かったわ。うん、大盛りは普通すぎての。大盛りはちょっといけ、鼻水が出だした。カッシュうまいね、これ。おう最後にメンチェ。はい、ありました、ありました、ありました。危ないとこやった。はい、ありました、メンツージーさんですね。大盛りチャーシューチャーハンワインパット、ごちそうさまでした。12時になってないって感じで満タンです。イエーイ。なんてチート、チートしすぎた。満たされました。見てほら、12時前に駐車場満タンや。